はい、皆さんどうもこんにちは、ひろしの隠れ家です。今日はですね、休日日曜日ということで、こうやってね、ブレンデッドウイスキー、1000円台で買えるブレンデッドウイスキーを10種類グラスについてね、飲み比べをちょっとしてました。こういうね、遊びをたまにしているんですが、今日はですね、その風景ちょっとだけね、ご覧いただいたような形になります。今日はですね、こちらを紹介するのが主流ではなくて、なんとですね、ひろしの隠れ家チャンネル登録者数が5000人を超えることができました。皆さん本当に今までありがとうございます。私がですね、YouTube を始めたのが2019年の確か3月ぐらいに初投稿をしたんですが、その時はね、本当に何を投稿していいのか分からずに、いろいろな動画をね投稿していたんですが、最初の頃って、一番最初に投稿したのが本当にね、山形県の雪が降る風景を投稿して、再生回数なんと3回とかそんなもんでしたね。そしてですね、ウイスキー系に特化した YouTube を配信し始めたのが2019年の11月くらいからだと思ったんですが、1年と3、4ヶ月ぐらい経って今5000人に達成したという形ですね。本当にね、ウイスキーを好きな方がね、こんなにたくさんいるんだなっていうのを実感しています。私もね、ウイスキーを好きになって20年以上経つんですが、本当にね、ウイスキーって奥が深くて、こうやってね、1000円で買えるウイスキーでも全然楽しめる、本当に楽しいものなので、これからもね、皆さんと一緒にウイスキーの話やウイスキーに関係したつながりでね、楽しんでいければいいかなと思っています。最近はですね、本当にいろいろな方からご支援をいただいて、ウイスキーをね、送っていただいたり、さまざまなね、情報をいただいたりして、YouTube を通して、視聴者の方たちとのつながりが持てて、楽しい日々をね、過ごしています。今年、2021年になったばっかしなんですが、今年もね、皆さんと一緒に楽しいウイスキーライフを過ごしていきたいなと思っていますので、これからもね、どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、こんな感じの簡単な動画になってしまったんですが、皆さんにですね、ぜひこの感謝を伝えたくて今回動画にさせていただきました。遅咲きのウイスキー YouTuber ではあるんですが、これからもね、楽しいウイスキー動画を作っていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。ということでですね、今日のひろしの隠れ家は、休日に1000円台のブレンドウイスキーを飲み比べながらチャンネル登録者数5000人の報告をさせていただきました。ではまた。Bye.